はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの門松です。はい、9月28日火曜日午前11時35分でございます。鴻巣市広田の方に来ました。ちょっと外の不要物ですね、お引き取りをさせていただきました。本日も便利やハッピーのご利用誠にありがとうございます。素晴らしい家だったですね。というのは非常に、最初飲食店をやってたのかなっていう雰囲気の、おしゃれな、外観の建物だったんですけれども、外での作業だったんで、建物を横通り行ったり来たりしながら、外のそのテラスみたいな木で組まれたものなんかもちょっと、下テーマパークのような感じですね。下は枕木が、揃えて植えられてじゃないですね、枕木で、石畳調になっておりました。石畳です。 木畳って言うんですかね、枕木畳っていうか。あと、レンガ状のものが、敷き詰められてるっていうか、お庭もいい、とてもいい雰囲気でしたね。ちょっとしたディズニーランド、どっかちょっと外国の、雰囲気を醸し出してましたかね。その一部分、テラスのところとか、栗の木って言ってましたかね、枕木。栗だけたまにちょっとキノコが入ってくるとおっしゃってましたね。それよりも何よりもですね、相当もう40年近く前からですか、お子様向けにですね、でもお客様のお子さんもそうだったんでしょうけど、近く近所のご近所の子供たちが集まって、土曜文庫と命名して、今はもうやってないみたいですけど、開放して図書館だったんです。中は本たくさんありました。素晴らしい作りでしたね。中中央にですね、一尺、30センチより太い柱がありましたね。あとは丸太状のもので組まれて、で棚、本の棚もなんかどっか学校、小学校で余ってたやつだか、廃材だかなんかを組んで本にしてたってことですね。2階にも書斎みたいな、お客様のお部屋がありまして、4畳半ということで、少しこう高台っていうか、外も出る少しテラスじゃないですけど、テラスじゃない、バルコニーですか、お立ち台とおっしゃってましたけど、ちょっとした出るところがありました。滝玉の方ですね、来ております。広田から滝玉、バイパスこの先出ますね。戻ってまいります。図書館、あと DVD プロジェクターもあったんで、110インチの、プロジェクター、スクリーンも110インチっておっしゃってました。DVD も結構いっぱいたくさんありましたね。本職はちょっとウェブデザイナーって言ってました。もうその昔、ウェブデザイナーってことはない時からやってらっしゃったらしいんですけど、そういう、方ですね。いいものを見させていただきました。いろいろ本当に勉強になりますね。あと、ギターなんかも置いてありますけど、びっくりしたのはコントラバスが置いてありました。その図書館の片隅に、大きな窓もあってですね、開放できて、で窓開けた途端、外の空気と変わらない涼しい風が入ってました。
窓枠もサッシじゃなくて木で作ったって、こだわって作ったらしいですね。ただちょっと隙間風がすごいってことで、冬場はあのストーブを置くらしいですね。あの部屋の真ん中ステンレスの煙突がありましたので、ちょっと天気があれですね、雲行きが怪しくなってますね。先玉交差点のところになります。まあ、とてもいい雰囲気ですね。お外もお庭と家も、まあ、最初は奥に平屋で建てて、その後図書館始めたいってことで作ったらしいですね。40年ぐらい前ですか。人生を謳歌しているっていうような感じで、旦那さん、ご主人様は浅草出身らしいですね。奥様が地元みたいで、そこ、ということです。まあ、大学が一緒だったってことをおっしゃってましたね。それからですね、最近はなんかその大きいテーブルもあったんですけど、掘りごたつ状で1段下がったところに大きなテーブルがあって、そこにたくさん座れるようにベンチ状になってましてですね、ちょっと工事してます。隣、ブルドーザーみたいなのが動いてますんで、ちょっとうるさくなってます。あのテーブル大きなところ下にボードゲームたくさんしまってありました。アナログで、今逆に、スマホとか画面上で遊ぶよりは、ああいうアナログの対面でのボードゲームっていうのがいい、結構それを最近はよあのやってるらっしゃるようなことですね。たくさんありましたね。ちょっとモノポリとかは目にして分かったんですが、あとは全然分かんなかったですね。いろいろ種類があるみたいです、ボードゲーム。はい、この寿司広田から先玉来まして、その先渡り柳、ここも渡り柳ですね。熊谷のバイパス、17号バイパスの方に出ます。昔この辺の コスモス畑があったような気がするんですけどね、今年はっていうかないみたいですね。はい、この先だったですかね。仕事の合間にそういういろんなものを拝見させていただけるのも勉強になってとてもいいですね。はい、ではこの17号バイパス渡り柳交差点で終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。